ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回は保安官に会いに行ってみますか。なるほど、保安官とジャックをぶつけるんだね。おや？右のおじいさんは街を探索した時に見たけど、左の男性は見たことありませんね。あ、でんでん虫さん、彼は他の街から来た保安官でね、週末に仕事を手伝ってくれるんだ。彼は若いけどその見た目に騙されてはいけません。かなり有能です。私の注意は20代後半ぐらいの若い男性に向けられた。はじめまして。フローレンス保安官と呼んでください。わかったわ、お会いできて光栄よ。訛りが強いのね。週末限定のキャラもいるんだね。ふむ、そんなに有能なら彼をジャックにぶつけてみますか。私は保安官に近づいた。緊急事態ですか？私は彼を見つめ、少し首を振った。それならどこかへ行ってください。私は忙しいので。結局、この二人には話しかけても無視されました。話をするのに何か条件があるのかもしれないね。というわけで次は牧草地に行きました。ここには蛇が出るって看板があるから来たくなかったんだけど。あと行ける場所はここと小川しかありません。というわけで話しかけようか。黄色い男に近づくと、牧草地の上で彼の目が神経質に動いていた。私が近づくと、彼はぎこちない笑みを浮かべて手を挙げた。こんにちは、君は宿屋に泊まってるお客さんだよね。小さな町だから、私の噂が広まっているのは驚くことじゃない。そうそう、私はでんでん虫よ。はじめまして。はじめまして、でんでん虫、僕はディジョンだ。ここで羊飼いをしてる。私の心は一瞬、さっき見た看板を思い出した。ああ、羊飼いだったの？蛇に関する注意書きをしたのはあなた？蛇の話をすると少しイライラして、鼻にシワを寄せながら彼はうなずいた。あの蛇はいつも僕の羊を噛むんだ。もううんざりだよ。捕まえたらご褒美をあげるよ。話をしている間、彼の目が神経質にさまよっていた。彼でしたか。実はゲームの進め方を調べた時に、ビジョンがジャックといるスクリーンショットを見ちゃったんだよね。ミニキャラではわからなかったのですが、この大きさになって気づきました。まあ、もう話しかけちゃったし話を進めよう。ビジョンが何かを心配しながら牧草地を見ていることに気づいた。彼のことをよく知らないのに、不思議と助けてあげたくなった。何か問題があるの？あなたはナーバスになっているわ。そうだね、大きなお願いをしたいけど、ちょっと恥ずかしいんだ。正直に言うとうさんくさいけど、聞いてみるべきだと思った。今までやってきたクレイジーなことに比べたらマシよね？何が必要なの？もしかしたら手伝えるかもしれないわ。男は私が助けてくれることに安心したらしい。羊を一匹見失ってね。問題なのは、僕は10より大きい数を数えることができないんだ。男は両手を上げ、顔を少し赤くして指を小刻みに動かした。僕の指は10本しかない、わかるよね？まあ、そういう人物もいますよね。同情する、面白いと思う。そもそもなぜ見失ったのか尋ねるか。同情はちょっと嫌な感じですね。見失った理由を尋ねるのも。間を取ろうか。思わず笑ってしまい、両手を上げて指を小刻みに動かした。私も指は10本しかないけど試してみるわ。羊を数えてみると牧草地には22頭の羊がいた。22頭はいたわ。何匹いるはずなの？男は少し縮こまり、恥ずかしそうに笑った。いいニュースは君が僕よりも計算が上手だってことだ。彼はためらった後、気まずそうに私に笑った。私は彼が何かを望んでいることに気づいた。言いたくないんだけど、最後の羊を探すのを手伝ってくれるかい？正直なところ、この男が混乱しているところはちょっと面白い。こんな感じで彼を手伝いそういうシーンになりました。次の日に会いに行ってみると。やはりいますね。ということは、ジャックと知り合いなのかな？まだ生きている以上、その可能性が高いですね。それでもジャックのイベントもビジョンのイベントも起こらなかったからもう一人に会いに行こう。私は奇妙なピエロに近づき、彼が驚いているのを見て立ち止まった。彼は大きなビー玉のような目を見開いて私を見つめた。こんにちは。どうやってこの男と知り合おうかしら？ピエロのペイントの下で地面を見つめる彼の首が赤くなっていることが分かった。彼は何かを話そうとして、尻滅裂な独り言をつぶやいた。彼は顔を上げ、また驚いて私に背を向け、川に沿って歩き出した。こんな感じで彼を追いかけていくことになるのですが、なんと彼は頭蓋骨を掘り出していました。どうにも骨を集めて自分の話し相手にしてたみたいなんだよね。ここまでの話を聞けばわかると思いますが、彼はかなり寡黙です。
質問をしてもあまり情報が得られなかったから要約すると、名前はウィリアム、ピエロのメイクは人を楽しませるためにしているらしいよ。残念ながら、現状は骨ぐらいしか楽しませることができていないようですが。ちなみに骨を集めている理由は地面にいる生き物に食べられるのがかわいそうだかららしいよ。独特な人物でしたが、なんとか攻略は完了しました。それでもイベントが起こらなかったから、寝ることにしたよ。意識が半分寝ていると、変な音が聞こえてきた。なんなの？寝ぼけていてろれつが回らない。ここで何をしているの？君にも同じ質問をするよ、う？君は誰？彼の言葉は柔らかく、しどろもどろに聞こえたけど、よく知っている気がした。僕は彼女の羊飼いさ、静かにしてくれるかい？彼女が起きる。声がイライラしていた、彼の声も聞き覚えがある。聖書みたいに？そう、聖書みたいに。いや、バカっぽいな、羊を監視する男のように。二人目は皮肉っぽく返した。ちょっと待って、君は森に住んでる死体野郎じゃないかい？なんで彼女の寝室にいるの？質問を完全に無視していた。あんたにも同じ質問をするよ、おじいさん。盗む墓がなかったのかい？衝撃を受けているようだけど、僕は警告しているんだ。私は少し起き上がり、数回瞬きしてからベッドの足元にいる男たちを見た。これは夢なの？私の目の前でディジョンとイルが喧嘩していた。少なくともディジョンはイルに容赦がない。わかったよ、もし君がシェパードか何かだったとして、なんで彼女の寝室にいるんだ？つまり、君が羊を失ったことは理解できるけど、寝室は愚か宿屋に羊は来ない。ウィルはディジョンが昼寝をしたせいで羊がいなくなったと思っているらしい。私はそう推測するしかない。ウィルの言葉にディジョンは顔を少し赤くし、イライラして息を吐きながらベッドの足元を睨みつけた。彼女は僕と一緒にいるべきだ。彷徨ったり迷子になり続けるからね。僕は彼女を連れ戻すためにここに来た。それと、僕は羊を失ったりしない。時々そういうことが起こるだけだ。ディジョンが羊の件でムキになるのは、それがおそらく真実だからだ。あまり損失を出さないように、数を数えた方がいい。ウィルは本気で言っている。君が口説いた女の数を当ててやるよ、ゼロだ。まあ、僕は数を数えることができないけどな。ディジョンは少し気まずそうに首の後ろをさすった。ウィルは考えているようだ。再び薄い髭を引っかくために手を動かしている。声はまだ静かだから、私を起こさないようにしているらしい。遅すぎるけど。明らかに。でも君は上手に話せるじゃないか。ただし、それは数字を数えられないことを補えない。いずれにせよ、僕は人よりも本の方がはるかに多くの味方になってくれることを知ってる。君も何か問題を抱えているのか。ウィルは知った激励があまり得意じゃないらしいけど、奇妙な状況に対処する方法を知っていた。ディジョンは、褒め言葉に笛をつかれたようね。ありがとうでいいのかな？でもねえ。なんで君がでんでん虫の部屋にいるのかをまだ教えてもらってないよ。気を散らせないでくれよ、気持ち悪いな。ディジョンはようやく自分が本題から逸れていることに気づいたようで、あたかもイルが彼の注意をそらすつもりだったかのように憤慨した。彼は普通に会話をしていただけだろうけど。なんで君に言う必要があるんだ？僕が質問に答える義理はない。いつもの彼とは違い、ウィルの口調が驚くほど攻撃的になった。どうやら彼は汚れた洗濯物を自分で干すのがあまり好きではないらしい。ディジョンの攻撃性も次第に高まり、フラストレーションで体がこわばっていた。ああ、君は宗教的なんだね。おかしいな、死体をいじくるのは聖書に反すると思っていたんだけど。ディジョンは背中に手を伸ばそうとしていた。彼のシャツとズボンの間に黒い金属の輝きが見えた。私の目は見開かれ、この奇妙で退屈なシナリオはすぐに暗転した。違う。僕が子供の頃、つまり、君の年齢ぐらいの頃は、ウィルは反射に気づくと、その場で凍りついた。ディジョンが握っているのは武器じゃない、そんなはずが。私の目は見た。彼の鼻は衝撃で口まで裂けそうになり、話すことができなくなり、完全に悲鳴しか出なくなった。私はこの大惨事で完全に目が覚めた。ディジョンは常に注意深く、私の視線に気づいていない。ウィルの表情に恐怖が浮かんでいた。少なくとも僕は霊病で寝るべき年齢じゃない。ああ、待って。きっと君は寝るべきだ。彼が後ずさると、ディジョンは武器を抜き、パニックに拍車がかかった。なんということでしょう。これがこのゲームで攻略キャラが消えていく理由だね。攻略キャラ同士で潰し合っているということですね。よっぽどのことがない限り、争いが起きる。それこそ、
終わりが来るまでね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。